コンサルティング業界このまま突き進んで大丈夫なのか、コンサルっぽくないなとも思うんだよね。頭の中がコンサルってなってしまってるので、あんまり他にこう気持ちが、コンサルどうしようどうしようってやるのもったいない。どうも、しゅうです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は就活生のお悩みを大人3人に解決していただく就活雑誌の企画になっております。就活生の方からちょっと自己紹介お願いします。筑波大学国際総合学類3年の大内美玲と申します。よろしくお願いします。お願いします。大人の方々、自己紹介お願いします。島津いた子と申します。新卒ではリクルートに入社をして、自己就活生さんも支援をしておりました。今は転職支援の会社を経営しております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。安田雅彦でございます。新卒は日本の会社に入って、その後4社外資系を経験して、まあ、人事ばっかり30年やってます。昨年ですかね、起業して今は独立してますけど、ずっと人事やってますんで、わからないことありません。よろしくお願いします。柴香織と言います。新卒で DMA に入って株式会社開花を起業しました。スピーチスクールのグッドスピークなど、スピーチトレーニング、ライティングやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活の状況をまずお伺いしてもいいですか。はい、コンサルティング業界を志望していて、でそこの秋冬のインターンだったり早期選考にエントリーしている状況です。なんでコンサルに行きたいんですか。課題を抱えている人の課題を解決するところをやりたいなと思ったのと、組織と関わる中でビジネスとか経営とかそういうところに踏み込んでみたいなと思ったので志望しています。こう思ったきっかけとかあるんですか。はい、以前ビジネスコンテストに参加した時にすごく思い出深い経験になって、以前から興味があったのが国際協力、そっちを仕事にしたいっていうふうに考えていたんですけども、アフリカに行く機会があって、実際行ってみた時に自分がなんかできることがないように感じてしまったり、あと本当に向こうの人たちが求めているのかとかも分からなくなって、で新卒でそれを仕事にするっていうのは違うかなって、それよりかは社会で経験してみたりとかしてから、まあ後々そういうことをやるのはいいかなと、そっちの道をやめたという形です。今このコンサルティング業界このまま突き進んで大丈夫なのかいいのかっていうところ、理由としては、はい、一番その自分の中ではマッチしているって今思ってるんですけども、やりたいことと照らし合わせた時に本当にそのコンサルでしかできないのかとかもわからないですし、正直あんまりそのレベルとか高いっていうの知らなくて最初、うん、で実際こう今エントリーしていったりとか勉強していく中で、こうレベルの高さとか難しさっていうのは正直感じていて、このままで本当に大丈夫なのかなっていうところ、今すごく不安に感じているので、そこをお聞きしたいです。これあくまで個人の見解ですが、大内さんがおっしゃった経営に携われたい、マネジメントやりたい、お変化を与えたいっていうことは、例えば僕はコンサルとは全く無縁の仕事を130年弱やってきたんですけど、今聞いてる限りはそれは一通り僕できてたと思うんですね。だから必ずしもコンサルじゃないかなっていうところ、うん、確かに一つ目 その経営に携わりたいって言ったらコンサル以外もできるかもしれないですね。いや、もちろんもちろん、もう絶対そうと思います、はい、頭の中がコンサルってなってしまっているので、あんまり他にこう気持ちが、そうなんです、それ視野がちょっと狭いかなっていうふうに自分で思いました。その国際協力に関して現段階では諦めようと思われていらっしゃるっていうところの理由がもうちょっと詳しく知りたいなっていう、うん、大学入るまでは結構仕事にしたいっていう思いがあったんですけど、実際にアフリカに行ってみたっていう経験が大きくて、そこで開発って何なんだろうとか求められてる感じがしなかったんですね。想像とそのギャップはあって、それがすごくしっくり来なくなってしまったんですね、そこで。であと、まあ自分がそこに対して何ができるのか、なんかできないんじゃないかっていうふうに思って、考えはなくなったっていう感じです。なるほど。一つそこも軸になりそうですよね、うん、与えようと思ってこっちが与えて満足できればいいっていうものじゃないと、うん、相手も納得感があった上で双方にとってメリットがあるようなことっていうのに、大内さんご自身が魅力を感じるのかもしれないなって思ったりもしましたけど、うんうん、今一番根本としてあるのは、社会的に弱い立場にある人を助けたいっていうのが本当に何も抜きにして考えたら一番出てきたことです。そうです。日々ニュースとか見てても泣いちゃったりとか、それなんか本当に流せないというか流したくないなっていうのは
あります。ただその今そのままそれを仕事にしようっていうことには今なってなくって、自分の他の興味だったりとか総合的に組み合わせて就活するぞってなったら目があんまりいかなくなってしまう。っていう優先順位的に人を助けたい気持ちとご自身が稼ぎたいって気持ち、どっちかってどっちの方が強いですか？3つあるんですけど、その弱い立場にある人を助けたいっていうのと、自分自身ちゃんとしっかり稼ぎたいっていうのと、スキルだったりとか成長したいっていうのが3つあるんですけども、そうですね、バランスどれもあるんですけど全部あるんですけど、今の就活しててっていう状況だと弱い立場にある人を助けたいっていうのが一番置いている状況です。で残り2つに目がいってる。一番どっちもです弱い人を助けて稼ぐって言ったらいいんじゃないですか。極端ですけど、やっぱその世の中に価値変化をもたらしたい、もっとこう倫理的な世の中にしていきたい、環境保護したいことで自分の欲求も満たしたいっていう、これを目指すっていいんじゃないかと僕は思いますけどね。選択肢たくさんありそうだなと思っていて、稼ぐも中長期的に稼ぎたいのか、今すぐ稼ぎたいのかっていうのでも結構変わってくるしますよね。そうですね。ビルとキャンとマストですね。こういうのをやりたいっていうのと、今私ができる強みであるっていうのと、そういうことがすべきであるっていうのも、客観的に見えすぎちゃってるからこそ立ち止まってるんだなと思うんですけど、改めてこれをしたいのビルと、私はできるの強みのキャンと、でもそのためにこれすべきだと思ってるマストってどれをどう捉えてるかを大内さんの言葉で聞きたくって、それなんかそれぞれ何だと思う。見るはやっぱり弱い立場にある人にどうにかして貢献したいっていうのが一番大きいです。それに加えて、あと自分自身の成長を結構大事にしたくって、でキャンに強みのところで言うと、挑戦とか度胸とか苦手とか興味ないものとかにもどんどん結構突っ込んでいくタイプなので、そういうところ、あとマストが一番、こういうことがしたいっていうのはあるので、行動できるようにしたいっていうのはあります。そうだよね。このビジコンでも経営の難しさか面白さを感じたっていうふうに言ってくれてるから、自分はまだそこの観点が少ないというか弱いけれども、ビジネスマンとして身につけて、その行く先で弱い立場の方を救えたら、まず武器を身につけようみたいなのが、このファーストキャリアに求めるものとして大きいのかなと思ったんですけど、そう思うと今のキャンの部分を含めると、コンサルはすごいいいと思います。コンサルっぽくないなとも思うんだよね。いわゆる簡単に言うとロジックフィーリングのフィーリングの方が強いタイプなのかなっていうふうには少しだけお見受けしていて、コンサルっぽさはないものの、やりたいことだったりとかご思考はコンサルに向いていると思うから、自信を持って受けたらいいと思っていて、自分商社っぽくないなとかで迷っている人って結構就活多いと思うんだけど、っぽい人だけを集めたいと思ってるんじゃなくて、採用要件ってリクルートっぽい人8割と、リクルートっぽい人と共存できる人2割とかって感じで、別にめちゃめちゃコンサルゴリゴリに自分を見せなくてもいいから、自分はこういったところでビジネスとか経営観点を学んでいきたい、2つプラスアルファフィーリングの部分も大事にしながら全体感を見て調整できるんですみたいな、そのアピールしながらいけると、コンサルでも十分内定可能性はあるからこそ、コンサルプラスアルファはどこかを受けていくみたいな思考にしても、コンサルどうしようどうしようってやるのもったいない視野広げていくときにヒントになるのが、さっきのビルとキャンの部分だと思ってて、まずゴリゴリに修行するという意味でのコンサルで一つ受けていくのと、もう一つ自分の今の共感性が活かせるところでやろうとか、自分のめちゃめちゃ興味がある貧困問題を事業にしている会社でここを受けようみたいな形で、軸って複数並行してもいいものだと思うから、それで受けていくのもありなんじゃないかなと思いました。コンサルの道に進む大枠としては、あの参加としては間違ってないしいいと思うんですけど、現実問題受かることが必須条件じゃないですか。受かるためにはどうすればいいですかね。多分地頭になると思う。地頭がいいってどういうことなんでしょうね。僕も徹底的にもうそれだと思います。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。